ちは。今日は飛行機に乗って石槌さんに向かいます。松山空港を着きました。みかんジュースが流れてます。今日は午後しかないので観光をして、明日石槌さんに登ります。レンタカーで四国カルストに着きました。愛媛県と高知県にまたがる天空の道と呼ばれる景色きれいなドライブコースです。愛媛県と高知県の県境にまたがったりして、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日石槌さんに行きます。おはようございます。石槌さんロープウェイふもとにある京屋旅館の駐車場に停めます。では行ってきます。歴史の感じる門からスタートです。階段を登ってきます。ここはロープウェイ用の駐車場はなく京屋旅館に停めるようです。1日500円です。出発するときに駐車場のおじさんに9時に間に合うよと言われて慌てて登っているところです。それが結構急でハーハーと言ってしまいます。ロープウェイ乗り場到着しました。今の時期だと8時40分からスタートで往復2000円、モンベル割引で100円割引になります。土曜なので少し混んでます。標高455メートルの山麓下駅から約8分の空の旅でした。下車して階段を登っていくと、お土産広場とトイレがあります。はい、清寿駅到着しました。ここ1300メートルからのスタートです。今日はロープウェイに乗って山頂清寿駅、石槌神社清寿社を通って石槌神社山頂山荘を目指します。さらに天狗岳南千峰も行きます。山頂清寿駅からリフトが出ているのですが、今日は運休中でした。観光客の方が悲しがっていました。私はてっきりロープウェイ降りたらすぐに神社があると思ってましたが、結構歩きます。はい、石槌神社清寿社到着しました。せっかくなので登山の安全を願ってお参りしていきたいと思います。遅くなってしまうかもと御朱印もらいたかったのですが、今の時間は閉まっていました。ここから登山道が始まります。石槌山は愛媛県西条市と久万高原町の境界にある標高1982メートルのお山です。西日本最高峰のお山で日本百名山の一つです。主な登山ルートは今回のロープウェイを使っての清寿ルート、石槌スカイラインを通っての土小屋ルートがあります。今回は鎖場が多いということでこちらのルートで来ました。しばらく平坦が続きますが、階段時刻が始まりました。まず最初の試しの鎖場着きました。試しの鎖はネーミング通り、あとの3本が登れるかどうか試す鎖という位置づけで67メートルあります。私的には試しの鎖の方が後に来る1の鎖よりも怖く感じます。私は岩場鎖場が好きなのでよくそういうところに行きますが、代表的な妙よりもこちらの方が長く高度感を感じます。あ、今まで行った鎖の中で一番鎖が太いです。太いせいかかなり冷えていて手袋をつけました。
登ってる間は余裕がなくて見られなかったですが、綺麗な景色が広がってます。では下ります。下ってしまったので、また階段上りが続きます。今回初めてチェーンアイゼンを持って飛行機に乗ったのですが、チェーンアイゼンは飛行機に持ち込めないのです。出てきましたね。そんなわけで乗車券よりも荷物の方が高くなってしまいました。刃物扱いになるみたいです。前もって知っていたら対策取っていたのに。私の周りでも知らない人が多くて、皆さん気をつけてください。一の鎖はつきました。こちらが巻き道になります。では行きます。1の鎖は最も短い鎖となり、33メートルとなります。試しの鎖と比べたら楽勝ですね。登り切りました。歩くのには影響ありませんが、ところどころ雪が深いです。今回私はレンタカーで来ましたが、伊予西条駅から伊勢辻山ロープウェイまで路線バスが出ています。1日5本しかなく1時間弱かかりますが、公共交通機関で行けるのは助かりますね。石辻山は日本七霊山の一つです。実はまだ現在山開きしていなく、7月1日にします。その日から大祭が開かれます。7月1日は一般の徒歩者も参加できますが、女人禁制で信者の方が白い服を着て登ります。その日に私がたまたま来ていたら登れなかったです。ともかく信者や地元の人をはじめ、願い事聖樹のパワースポットとして人気のお山です。次に続く石辻山編パート2は2の鎖、3の鎖、山頂となります。石辻山の鎖の中で2と3は最も滑落事故が多く、死者も出ています。どうなるでしょうか。ぜひパート2もよろしくお願いします。